皆様こんにちは。今回は Google のスマートフォン向け新チャットアプリ Google Allo に実装されているシークレットモードの特徴と使い方を解説させていただきます。シークレットモードはその名の通り、極秘事項のやり取りなどを行う際に活用できる機能です。基本的な機能は大きく分けて3つで、メッセージの暗号化、メッセージの回覧期限設定、簡易的な通知となるプライベート通知となります。シークレットモードを利用すると、自動的にメッセージがエンドツーエンドで暗号化され、送信中のメッセージの内容を読み取られないようにしてくれます。これは特にビジネス上の極秘内容のやり取りにも安心なセキュリティ機能です。またメッセージの回覧期限設定では、メッセージ送信前に5秒、10秒、30秒、1分、1時間、1日、1週間から選ぶことで、メッセージを送信した後に指定した時間が経過すると、そのメッセージの送信履歴が自動で削除されます。受信側はメッセージを確認した時点から指定した時間が経過すると、受信したメッセージが削除されます。このほかシークレットモードで送信したメッセージは、通知時点でメッセージ内容が表示される通常モードでのチャットとは異なり、新しいメッセージがありますとメッセージ内容は伏せて通知されるプライベート通知となります。そのため、たとえ通知内容を覗き見られたとしても、どんな内容のメッセージかを判別されることはありません。シークレットモードの使い方は簡単で、 Google Allo のホーム画面右下の新規作成アイコンからシークレットモードのチャットを開始をタッチして、表示されるユーザーの中から1人を指定することでチャットが開始されます。シークレットモードでのメッセージのやり取りは、通常モードと同じくテキストや画像、動画、ステッカーなどを送受信することが可能です。またメッセージ前に回覧期限を設定することもできます。ただしシークレットモードでは Google アシスタントを利用することはできなくなっています。 Google Allo はどちらかというとビジネス向けというよりもプライベート向けのチャットサービスですが、シークレットモードを使うことでビジネス上のやり取りもしやすくなります。ぜひ参考にしてみてください。以上、 Google のスマートフォン向け新チャットアプリ Google Allo に実装されているシークレットモードの特徴と使い方の解説でした。